みんな、今日の授業のテーマは、アベマのテレビの態度は良いか?です。賛成と反対の人を呼んで、それぞれの意見をよく聞くのが良いテレビです。じゃあ、ちょっと見てみましょう。ライドシェアいう言い方やめようや、ほな。言い方、言い方は何でもいいですけど、じゃあどうする?例えば、ウーバーイーツの人間運び版っていうことは、まあ、それでもいいですよ。見てあげない。うん、それでもいいと思います。それに何が違いがあるんですか?いや、ウーバーイーツ見てて、安全かって思う。何が安全じゃないですか、逆に言うと。今の、ごめんなさい、ウーバーイーツが安全でないってどういう言い方ですか、それはちょっと説明しないと、このまま放送できないですよ。走ってる自転車見てても、危ないなって思うことみんな感じへんやろか。どうでしたか?はい。とても悪いです。アベマの平石、MC、意見を聞くどころか、意見を押さえつけています。とても良くないです。